こんにちは。ハシビロコ双葉担当の片岡です。高です。副島です。いつも掛川勝浦の公式 YouTube をご視聴いただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。今回ですね、片岡くん、高くん、はい、2人に大ニュースがあります。おお、大ニュース。何大ですか？ニュースじゃなくて大ニュースですか？大ニュースです。そんなにですか？ありがとうございます。なんとですね、ハシビロコカレンダー2024の発売が決定しました。おお、ありがとうございます。さあ、そして覚えてますか ?2021、2022、2023とカレンダーの表紙を飾ったのは双葉ですよね。まあ、記憶にも新しいと思います。台本通りです。素晴らしい。さあ、そしてね、2024のカレンダー、印刷したものが手元にあります。さあ、お二人に見てもらいましょう。こちらでございます。はい、ありがとうございます。まあ、かわいらしい。これやっぱり片岡さん、はい、表紙が双葉じゃないですね。あ、やっぱりそう思う？ちょっと、双葉ちょっと違いますね。黒い点々が少ない。確かに、お目目もの色も違いますね。うん、こんなになんかこう。そうなんです。実はですね、来年の2024のカレンダーは表紙が双葉ではありません。あー、まあでも、まあでも連続でこのハシビロコカレンダーっていうのが出るのがすごいんですから。ちなみに、いつ発売でしょう？はい、こちらのカレンダーですね、全国発売が9月の1日からなんですが、こちらも例年通り掛川花鳥園では8月の25日から先行発売することが決定しました。ありがとうございます。ありがとうございます。助かります。助かります。まあ、じゃああれですかね、もう表紙が双葉じゃないっていうことで、誰なんですか？カシシちゃん。カシシなんですね。ああ、あのカシシちゃん。はい、那須動物王国から高知県立野市動物公園へ移動したと今話題のカシシちゃんですね。そうです。が表紙ということは、じゃあ特典のこの買っていただいた方に対するあのプレゼントとか今回はね、やらない？やります。太っ腹。やる。表紙じゃないんですが、やります。あ、さすがですね。まあ、これ、双葉はいるんですか、中に？双葉ですね、実は中開いてもらうと分かるんですが、なんと見開きで双葉ちゃん採用されております。すごい。これはあのプレゼントやりましょう。これは可愛い双葉ちゃんを写していただきましたね。いいですね。ありがとうございます。ちなみにプレゼントって何があるんでしょう？はい、どんなものがあるかというと、まあ、手元にはないんですが、ちょっと出しておきます。ここに出します。はい、まずは入園券。おお、はい、ここにあります。そして掛川花鳥園で作ったまたまた限定のポストカード。おお、これすごいですね。はい、ポストカード。あ、こっちですか？こっちポストカード。こっちに入園券。こっちポストカード。そしてまた今回もですね、南幅さんからいただいたいろんなもの、こちらたくさんあります。いろんなもの、この辺りに、この辺りに、はい、こちらを応募していただいた方から抽選でプレゼントしたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。もう変な話だし、いただいてありがとうございます。はい、盛り上がりそうですね。またあのぜひ応募していただけるとね、いいかなと。はい、双葉ちゃんも実はね、後ろちょっと映ってるんですよ。ちらっと横顔が見えてますね。さっき見た時から変わってないですね。変わってないです。控えめなところがいいですね。さあ、というわけで、掛川花鳥園では8月の25日から、FBP 掛川花鳥園の公式通販サイト、そして店頭の方で発売が開始します。応募券も数量限定になってますので、さらにあの応募する応募期間も決まってますのでね、なるべく早くゲットしていただいて、早めに応募していただければと思います。ぜひよろしくお願いします。あ、ちなみに今回もですね、購入者特典、購入者だけが見れる特別な動画も用意してますので、そちらもぜひ楽しみにしててください。楽しみにしていてください。楽しみにしていてください。副島が動画に出ないのは初めてかもしれない。
こういう裏方の作業もいいですね。でも楽しいですね。そうそう、なんか基本的にはどっちかの隣にいるっていういいですね。私がこう基本的には、はい、というわけで皆さん購入をぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。頭振ってちゃんと、あ、頭振ってよ。雨粒が落ちてくる。さっきまで雨に打たれてた。